さて現在松山市にいるわけでございますが、隣にいる185キロ先ですかね、赤帯がついていて、実はこれ普通列車に転用された電車なんですよね。なんか快適そうに見えて、実はディクライニングができないという罠ディクライニング壊したみたいな感じになってましたね。ディクライニングのレバーが全くそのなんですかね、ペラペラだったんですよね。その電車はこちらです。ちなみにこの車両、ディーゼルですが、日本車両も作っていますね。鉄道ファンの、ね、昭和61年ぐらいの鉄道ファンに、これ、公式試運転が乗ってまして、豊橋あたり走ってたもんですからね、この電車も、驚きです。ちなみにこの隣に走ってる潮風も、半分が日本車両製で、まあ、考えてみれば、日立製と分担ぐらいですかね、半々ぐらい作ってましたね。カリカリ四国の電車は何年か作ってない気がするんですけどね。さあ今日松山駅にいるわけでございますが、こちらは、内子線経由の普通列車、もう輪島行く時間もないですからね。でお隣のホームに石槌が停車してます。もうすぐ発車なんですよね。一応ここにベル装置がついてますんで聞きます。まあ聞いた方がいいですよね。ちなみに四国は最低限の自動放送しかなくてですね、まあ到着ぐらいしかないんですよ。ほとんど到着で列車が来ますぐらい。高知駅はだいぶ違いますけどね。高知駅除けばほとんど簡単な放送ばっかで、まあ予告放送でちょっと詳しくやってるとこもありますけどね。うだつとかそういううちの方はまあそのことは大丈夫ですね。あ、こっちは宇和島なんだろうね。宇和海号かな。あれが、そうだね、あれが動かないと多分発車できないんですね。よく見るとこれ野球って書いてあるんですよね。野球、坊ちゃんスタジアムがあるからだと思いますけどね。さて、今のが到着したので、多分信号が変わればもう発車ですよ。とまあ見にくいですね。こっからだとちょっと見にくいが方角的に。ちょっと待ってね。あ、まだ赤信号かな。うん。まあ鳴らさない時もあるからね。笛で済ましちゃう人もいれば、ね、ベルちゃんと鳴らしてくれる人までいるから。さあ発車です。どうやらちょっと遅れるみたいですね。これもしかして同時発車かな。発車かな。そうですね、やっぱ遅れの人がいたみたいなんですね。あと立ち番が来ました。あ、上りでした。あ、そっちか。そっちで遅れてましたか。
さあ続いてこっち。すごい状況ですね。しかも2乗変数だ、そういう感じでございまして以上です。発車ベルが鳴るんですよね。ワンマンだと乗りません。以上。